どうもー、ちでーす。はい、今回はですね、つむつむからで、こちら、セレクトボックス全12種弾いていきたいと思います。今回のつむリストはこちら。スペースレンジャーバズ、ドロッセル、キュートエルサ、ニック、パレードミッキー、クラリス、キャットハットミニ、三重シドナルド、スベン、ベル、フランダー、女王ということで、今回はね、個人的には、パレードミッキーが欲しいですね。あとはまあ、主要どころのスペースレンジャーバズとドロッセル、キュートエルサが出れば、大の字ですかね。はい、今回のリストこんな感じになってますね。ベルだけがスキルマンになってます。確率の方が、まあベル1体ね、スキルマンなので、9.09% はですね、全部。はい。コインの方は30万コイン溜まっているので、合計10回引いていきたいと思います。じゃあ早速行きましょう。さあまず1回目ですね、引いていきましょう。なるべくね、パレードミッキー欲しいんだよね。さあどうだ。ああ、なるほど。クラリスから。そう、あとね、前回ね、ちょっとね、皆さんにお詫びしたいことがあるんですよ。この間あったピックアップガチャなんですけど、それがですね、僕のこの機械というか、この iPhone なのかな、が不具合で、画面だけが真っ暗になってしまって、映像が撮れなかったんですよね。本当に申し訳ないと思ってます。一応ね、コミュニティの方でも告知はしたんですけれども、前回ピックアップガチャ出せなかったのはそれが理由ですね。一応撮影はしたので完売してて、プレミアムチケットを6枚もらうことができました。はい、女王ですね。スキル5の 40%。すいません、話が逸れちゃいましたね。次行きましょう。さあ、次は、なんだ?おー、主要どころ来た、スペースレンジャーバズですね。スキル3。3に上がりました。どんどん引いていきます。次は?さあ、来い!パレードミッキー来ないか。クラリス多いね。スキル4の 62%。さあ、次。さあ、どうだ?来い来い!どうだ?偏りよ。すごいね。スキル4の 75%。スキル上がっちゃうんじゃないのこれ。次。さあどうだ。カモンカモン来い。すごいね。女王もさっき出たよね。偏りすごいな。やっぱりね、主要どころはね、出づらいよね。あとできればミッキーが1体欲しい。次。さあどうだ。カモンカモン来い。スベーン。スキル4の 83%! もうすぐスキル 5! 次行きましょう。さあ、行きますよ。お願い!ミッキー来い!ミッキー来い!おー!キュートエルサ、スキル 3! あと1体出れば主要どころ、とりあえず1体ずつ出た感じになるんですけど、あと2回しかないんですよね。いやー、でもなー、パレードミッキー欲しいなー。一体でいいから出ないかなぁ。さあどうだ。来い。スベーン。おお、スキル5になりました。スベーンスキルアップですね。はい。あっという間にラストです。早いね。めちゃくちゃ早い。ラスト。さあ最後は何が来るか。じゃじゃん。ドン。おお、三重シドナルド。スキル3の 75%。はい。というわけで、今回主要どころのドロッセルと狙っていたパレードミッキーは一体も出なくて、やっぱり偏りがちょっと激しい感じでしたね。パーセントは全部一緒なんだけどね。相変わらず偏りがすごい。次回はですね、今月末に、多分新ツムの確率アップがまた来ると思うので、まあ、そのためにですね、コインの方を貯めておきたいと思います。じゃあ今回はここまで。チーでした。いやー、パレードミッキー欲しかったなー。しょうがないか。